宇宙ビジネスということについて、お話ししておりましたが、仕事の、鍼治療の時間になりましたので、1回切ってその1として保存登録して、今その2ですね。これがスペースシップ2。そして大分空港が非常に発展するだろうということは言われてますね。それはもう間違いない。この通りですね。それで、別府湾をどういうふうに活用するか、別府をどういうふうに活用するかなんですけど、これは例えばですね、こういうことがあるんです。こういう乗り物。これはフォルクスワーゲンが中国で開発しているものですね。で、これは電磁石をレールのようにこの道路の下に埋めるんですよね。そしてこれ自体はバッテリーで磁力を起こして反発する、その力で進むんですね。どういう原理なのか、その前進する力をどういうふうにするのか、それはモーターなんですけどね、こういうものを実際にもう作り始めている。で、これがその都市の道路を走る前に、まず例えばこういうところですよ。大分空港。こういうところの中ですね。こういうところを行き来するのに作ってみると。交通特区ですよね。交通特区みたいにして、要するにこのクラスに乗る人は1回、2500万っていう報道もあれば、5000万という報道もあるんですけど、それくらいなら何回でも行きたいねっていう人はいるわけですよ。一生に1回家を建てて、2500万ぐらいですか。そうすると、一般の人でも一生に1回家を建てるか、一生に1回宇宙に行くかと。宇宙に行くとですね、いろいろその体験記書いたりしたら売れるんですよね。YouTuber になったりもできますね。割と2500万というのは、そう庶民の、手の届かない値段ではなくなったんですよね。それで、こういうところをどういうふうに使うかですけど、別府湾で水中スクーターというもの、水上自転車ですね、お見せしましたが、水中スクーターってあるんですよ。で、これはもういろいろあってですね、水中スクーター動画で調べてみてください。いろんなものがあります。ビキニ姿の女性とかも出ますけど、それはもう仕方ありません。そういうのを、それはいいですよね、夏ですからね。こういうものがあって、これも各メーカーがですね、いろんなメーカーがいろんな型を作ってます。こういうスクリュー2つのタイプとか、それからスクリューが1個のタイプとかですね、いろいろあって。それで、こういうものを、お客さんとかにこんな面白いものがありますよと紹介してるうちに、水中で魚とかは見れますよという人もいたし、それなら構えがいいよと。結局、素潜りっていうか、ダイビングする人たちは構えに結構行くみたいですね。そうすると、ここで構えというね、大分市構え。そうすると、構えに、行かないかな。構えに行ってほしいんですけどね。構え。この辺り、こうですね。そうすると、この構え辺りも道路が通じてますね。これは何号線になるんでしょうか。10号線。つくみ構え。そうすると、この辺に、富裕層が来て、その前と後、どれぐらいか、宿泊するわけですよね。そうすると、当然、別府湯布院とか行くでしょう。宇佐神宮とかも行くでしょうね。そうして、大分にも来るでしょう。それから、つくみとか通って、構えあたりの、佐伯とか、この辺の海ですね。海のきれいなところで、さっきの、何でしたっけ、こういうもの、
さっきのその水中のこれかな、こういうものをもう楽天とかアマゾンで買えそうなぐらいですね、こういうものが使えるということですね。そうするとあの辺、まあ、釜江あたり釣りによく行く人がいるようですけど楽しいでしょうね。で別にタンクいらないんですよ、タンクはいらなくてですね、要するに水上にシュノーケルをつけて水上から水面から下を見るだけでもう水中見えますので、こういう形ですね。こうすると泳げなくても大丈夫ですね。バッテリーがある間に帰ってくればいいわけで、こういうものがあるんですよね。それから先ほどのフォルクスワーゲンの車 SS2 が来て、からこれがまあ、別府湾で使えるかどうかって私は分かりませんけど、これは2人乗りの、潜水艦ですね。でちょっと見てみましょうか。150万ドル、1億8500万円で今販売し始めたんですね。こういうもので水中に潜ってみるというのも面白いでしょうね。ここに出てますね。こんな感じで水中、これは一人乗りですかね、二人乗りのもあります。後ろこういうものがもう次々にできているんですね。二人乗りですね。そうすると、まあ、水中宇宙楽しめるんですね。陸上楽しそうでしょう。宇宙、水中、陸上から、まあ、美味しい食べ物、それから健康管理、その他ですね、宇宙に行く前と後の、健康管理をするクリニックとかは必要になりますよね。そうするとそこに勤務する人たちも必要になるし、そういう人たちがその食事する場所も必要になるんです。そういうことでその宇宙の開拓というのがもう軍事利用その他が終わったわけじゃないんでしょうけど、もう民生化していいよというレベルのものが相当出てきたんですよね。まあ Google Earth とかがそうですよね。こういうものもひょっとしたら昔はそのスパイの偵察用の潜水艦として使っていたものかもしれません。それも分からないんですよ。また分かってもしょうがないですから、それよりは一回乗ってみたいですね。乗ってみて面白いでしょう。こういうもので別府湾の底どうなってるか見てみたいしですね。別府湾の底に例えば面白いのはですね、海の底にちょっと海の底がどうなっているかというと、別府湾の雨竜島だとかあんなとこがどうなっているのか、まあ、見てみたいですね。それから海の底にねこういうものを、これはまあ前衛アートの一つなんでしょうけど、見るとこういうことをしている人もいるんですよね。不思議ですね。どうして海の底に作らねばならないのかわからない。しかしそれを言い出したら真の始皇帝の兵馬俑などもどうして作ったのかと、まあ、いろんな理由はありますけどもね。不思議でしょう。まあ秦の始皇帝の兵馬俑も、まあ、考えようによっては公共工事だったんですよね。あれを作る人たち、穴を掘る人たちがそれで仕事を、まあ、職を得ていたわけですから、こういうのも作った人たちがいるんですよね。まあ先ほどここまで道路が通っている湯布院、ここから随分経済的な発展が見込めるだろうと素人ながら思います。
もう一つ、こういうビジネスが今発展しているんで、ちょっとご紹介します。ちょっと電話が入りまして中断してましたが、こういう形でどこでも手軽にですね、誰でも水面でシュノーケルで息をしながら水中を見る、水中を見るだけでも全然違いますのでね。いや、これはアマゾンとか楽天で頼んだら届きますよね。そうすると、こういうダイビングができ始める、というか水中のものに関してはこういういろんなタイプがあるんですよ。実にいろんなタイプがあってですね、それぞれですね、それぞれいろいろなメーカーが競って使って、開発してますね。で、それで民間に販売されるんですよね。自動車と一緒です。自動車も最初はもう民間で買えるもんじゃなかったです。九州でフォードのものが3台とかしかなかったんですよね。それが百数十年前か、120、30年前、100年前でしょ。100年ぐらい前なんですよ。自動車が九州に数台しかない時代ってあったんですよ。そういう感じで、こういうものも最初はそんな感じで、だんだんプライベート化されていく。だんだん安くなるんですよね。で、そういう時代が来て、この剣道の発達にですね、利用されていくといいんですよね。とにかく世界の超ド級の富裕層が来るというのがものすごく大事なんですよ。それが経済的な波及効果を起こす。これが現代の出島なんで、ここと一緒なんですよ。長崎の出島と、あの時も経済の波及効果ってものすごかったんですから、そういうことを考える時代に来てますよということで、これを終わりたいと思います。それから最後に、あまりこれ言いたくないんですけどね、これは私が スクリーンレコード、ごめんなさい。これの、やっぱり嫌がらせが一つあったんですよね。それについてはいいでしょう。またにしましょう。もう将来のこと以外は語らないことにしましょう。将来は次世代地球文明に、私はライトを当てています。かすかながら光を当てている、懐中電灯みたいな存在ですから、これを消しても何にもなりません。ではこれで終わります。